第4回スーパーボールは1970年1月11日にルイジアナ州ニューオーリンズのチューレインスタジアムで開催された試合。AFL-NFL 合併前、最後のスーパーボール。NFL チャンピオンであるミネソタ・バイキングスと AFL チャンピオンであるカンザス・シティ・チーフスの対戦。チーフスがバイキングスを23から7で破って初のスーパーボール制覇を果たした。 前年の第3回スーパーボールで AFL のニューヨークジェッツが勝利したものの多くのスポーツライターやファンはこれをフロックと考えており NFL チームが AFL チームより優れていると信じておりバイキングスがチーフスを破ることを期待していたバイキングスは NFL チャンピオンシップゲームでクリーブランドブラウンズを27から7で破りスーパーボール初出場を果たしたこの試合では NFL フィルムズがチーフスのヘッドコーチハンクストラムにマイクルフォーンをつけていたことでも知られている。1969年3月19日にカリフォルニア州パームスプリングスで行われたオーナー会議でニューオーリンズでの開催が決定した。バイキングスは AFL 創設より1年遅れた1961年に創設された。バドグラントヘッドコーチに率いられたバイキングスは NFL トップの12勝2敗でシーズンを終えた。NFL 最多得点の379点を挙げ、相手には NFL 最小の133点しか許さなかった。このうちの3試合では50得点以上を挙げている。シーズン開幕週と最終週の試合に敗れたが、その他の12試合を連勝した。シーズン12連勝は過去35年間達成したチームがなかった。 ディフェンスは NFL で最も相手に恐れられており、ディフェンシブラインはパープルピープル、イーターズと呼ばれるゲイリー・ラーセン、アラン・ペイジ、カール・エラー、ジム・マーシャルの4人で形成され、ペイジ、エラー、マーシャルの3人がプロボールに選ばれた。ディフェンシブバックはボビー・ブライアントが8インターセプト、アーセル、マックビーが6インターセプト、 ポール・クラウスが5インターセプト、1タッチダウンを上げた。オフェンスでは、ジョー・カップが優れたリーダーシップと総力を見せた。スクランブルの際に、多くの QB がタックルを受けることを避け、スライディングするのと異なり、彼はタックラーにショルダーチャージを行った。こうしたプレイスタイルから彼は、インディストラクティブルというニックネームがついた。クリーブランド・ブラウンズとの NFL。 チャンピオンシップゲームで彼は相手ラインバッカーのジム・ヒューストンと激しく接触し、ヒューストンは途中退場した。彼はチームの MVP に選ばれたが、自分だけが活躍したのではないと MVP を辞退した。ランニングバックのデイブ・オズボーンがチームトップの643ヤードを走り、7タッチダウン、22回のレシーブで236ヤード、1タッチダウンを上げた。 パスオフェンスでは、プロボールに選ばれた、ワイドレシーバージーン・ワシントンが39回のレシーブで821ヤード、9タッチダウン、ジョン・ヘンダーソンが34回のレシーブで553ヤード、5タッチダウンを上げた。オフェンスラインでは、グレーディアル・ダーマン、ミック・ティンゲルホフが、プロボールに選ばれた。百六十九年 NFL チャンピオンシップゲームに勝利したバイキングスは、 エドソープ記念トロフィーを最後に受け取ったチームとなった。チーフスはハンクストラムヘッドコーチに率いられ、11勝3敗の AFL 西地区2位でシーズンを終えた。QB レムドーソンは第2週の試合で膝を負傷し、その後6試合に欠場した。しかし控え QB のマイクリビングストンが、その6試合で5勝をした。チームは、 最終週にオークランドレーダースに6から10で敗れて11勝3敗となり12勝1敗1分のレーダースに次ぐ AFL 西ック2位でシーズンを終えた。最終週にレーダースに敗れた後多くのスポーツライターやファンはドーソンのプレイコールを厳しく批判した。ドーソンはレギュラーシーズンの80から90%のプレーでプレイコールを行っていた。12月16日に ロードで行われたニューヨークジェッツ戦で34から16と勝利し4試合を残して9勝1敗となりプレイオフ進出を決めた1970年の AFL と NFL の統合を前に1969年のプレイオフは4チームで争われた東西各地区の2位のチームが他地区の1位チームのホームに遠征する形式であるプレイオフでは 前年のスーパーボールチャンピオンのジェッツに13から6で勝利し、AFL チャンピオンシップゲームでは、前年のプレイオフでは6から41で敗れ、1969年シーズン中2度、敗れたレーダースと対戦17から7で破り3年ぶり2度目のスーパーボール出場を果たした。ワイルドカードからスーパーボールに出場するのはチーフスが最初であった。ドーソンは、 NFL では、ピッツバーグスティーラーズ、クリーブランドブラウンズで合計5シーズン控え QBE を務めており、AFL のトップ QBE の一人となっていたものの、NFL の QBE のレベルと比較はできないと多くの人々は考えていた。AFL での8シーズンで彼は、プロのどの QBE よりも多い182タッチダウンパスを上げたが、AFL は、 NFL と同格ではないと考えられていた。第1回スーパーボールでチーフスはグリーンウェイパッカーズに10から35で敗れており、この試合は AFL が NFL に劣るリーグではないことをドーソンが証明するチャンスであった。ハンクストラムによる革新的なフォーメーションや戦略は相手チームの守備に混乱をもたらした。百六十五年のハイズマン賞受賞者である。 RB マイク・ギャレットは732ヤードを走り6タッチダウンを上げた。また43回のレシーブで432ヤードにタッチダウンを上げた。RB ロバート・ホームズはランで612ヤード、レシーブで266ヤードを獲得5タッチダウンを上げた。RB ウォーレン・マクビーは500ヤードを走り7タッチダウン WR ・オーティス・テイラーは 41回のレシーブで696ヤード、7タッチダウンを上げた。オフェンスラインのエドバット、ジム・タイラーは、AFL のオールスターに選ばれた。またプレイスキッカーのヤン・ステナルード、パンターのチェレル・ウィルソンは、優れたキッカーであった。チーフスの守備は、AFL 最小の177失点であった。DT バックブキャナン、カーリー・カルプ、デジェリー・メイズ。 アーロン・ブラウンの4人は、バイキングスと同様に優れた、ディフェンスラインであった。また LB ・ウィリー・レニエルも4インターセプト、1ファンブルリカバーの成績を上げて、AFL のオールスターに選ばれた。セカンダリーのエミット・トーマスは9インターセプト、1タッチダウン、ジム・カーニーが5インターセプト、1タッチダウン、ジョニー・ロビンソンが8インターセプトを上げた。ディビジョナルラウンドでは、 パス17回中13回成功で276ヤードを獲得し、6タッチダウンを上げて、ヒューストン・オイラーズを56から7で破ったダリル・ラモニカは、前年のチーフスとのプレイオフで347ヤードを獲得、5タッチダウンを上げて41から6で勝利していたが、この年の AFL チャンピオンシップゲームでは、チーフスの守備はパス39回中わずか15回成功に抑え、 第4球に3インターセプトを奪った。この試合でアーロン・ブラウンがパスラッシュをした際、ラモニカは右手を負傷し、4インターセプトを起死した。プレーオフではチーフスは過去2年の AFL チャンピオンを破り、スーパーボール出場を決めた。ディフェンス合戦となったニューヨーク・ジェッツとの試合ではドーソンがオーティス・テイラーへの61ヤードのパスを決めた後、 クロスター・リチャードソンへの19ヤードのタッチダウンパスを決め、13から6で勝利した。この試合でディフェンスは、ジェッツの攻撃をわずか234ヤードに抑え、4つのターンオーバーを奪った。レーダースとの試合では、第1球に0から7とリードされたが、第2球にフランク・ピッツへの41ヤードのパスを成功させた。あと、ウェンデル。 ヘイズの1ヤードのタッチダウンランで同点とした。第3球にはエミット・トーマスがエンドゾーン内で相手のパスをインターセプト95ヤードのドライブをロバート・ホームズのタッチダウンランで締めくくった。14から7とリードして第4球に入ったチーフスは3インターセプトなど4回のターンオーバーを奪い勝利した。チーム創設から9年目のバイキングスは ロサンゼルス・ラムズに23から20で勝ち、プレイオフ初勝利を挙げた。この試合、ラムズに終始リードを許していたが、第4球のタッチダウンドライブで21から20と逆転し、カール・エラーがエンドゾーン内でロマン・ゲーブリエルをサックしてセーフティで追加点を挙げ、残り30秒にアラン・ページがインターセプトを挙げた。クリーブランド・ブラウンズとの NFL チャンピオンシップゲームでは、 前半を24から0で折り返し、27から7で勝利した。この試合でバイキングスのオフェンスは381ヤードを獲得、ターンオーバーなし、カップはパスで169ヤードを獲得、1タッチダウンを上げた。またオズボーンが108ヤードを走り、ワシントンは3回のレシーブで125ヤードを獲得した。多くのスポーツライターやファンはバイキングスが チーフスに落勝すると予想していた前年のスーパーボールで同じ AFL のニューヨークジェッツが勝利したにもかかわらず AFL が勝利したのはまぐれだと思われていた彼らはすべての NFL チームはすべての AFL チームより優れていると考えていた両リーグの違いを無視したとしてもバイキングスが NFL 最高勝率を上げ 特殊点差246得点であるのに対して、チーフスは地区優勝さえできていないことから、バイキングスの方が優れたチームであると見られていた。スーパーボールの5日前、ドーソンが賭博に関与している疑いが報道されたこともあり、彼は睡眠不足で試合の準備に集中することもできなかった。バドグラントはスーパーボールに出場するヘッドコーチでは、 初めてネクタイをつけないコーチであった。一方、ハンクストラムは、スーツに赤いベスト、胸ポケットに、チーフスのヘルメットのロゴの入ったブレザーを、着用していた。入場者数は8562人と NFL と AFL 統合までの4回の大会で最も多い、監修となった。全米では CBS が放送を行った。実況は、ジャックバック、パットサマロール。 フランク・ギフォード、ジャック・ウィッテイカーが解説を務めた。ニューオーリンズ地区では、テレビのブラックアウトが行われ、チケットは売り切れた。CBS は、第1回スーパーボウル、第2回スーパーボウルと同様に、この放送の数日後にビデオテープを消去した。当時のビデオテープは高価であったため、古い試合映像を大切に保管することに価値があるとは考えられていなかったためである。 この試合の映像はカナダのテレビ局である CBC とケベック州でフランス語バージョンの放送を行うラジオカナダによってのみ残っている。バイキングスの本拠地、ミネソタ州はカナダに近いこと、バドグラントはカナディアンフットボールリーグの伝説的な選手であったためカナダの放送局はアーカイブを保管したのである。NFL フィルムズのエド・セイボル社長は試合前日夜に ハンク・ストラムチーフスヘッドコーチと会い、隠しマイクを着用してもらい、NFL フィルムズが制作する第4回、スーパーボールの記録用に、彼の肉声を記録した。二人は隠しマイクを着用していることは二人だけの秘密であり、スーパーボールでヘッドコーチにマイクが着用される初めてのケースとなった。絶え間なく言葉を発するストラムにより、NFL フィルムズが制作した。 スーパーボールの映像の中でもこの試合映像は人気となった。チーフスのハンクストラムヘッドコーチは攻撃コーディネーターも兼ねており、バイキングスに対して効果的なゲームプランを用意していた。彼はバイキングスのディフェンスラインのカールエラーやジムマーシャルがセカンダリーがショートパスを阻止したり、QB にプレッシャーを与えるため、セカンダリーがレシーバーから離れてプレーしていることを知った。 そしてエラー、マーシャルの二人にダブルチームで当たり、ドーソンにはショートパスを指示した。またバイキングスのディフェンスに対してトラッププレーを用意した。マイク・ギャレットのタッチダウンランはトラッププレーで決まった。バイキングスのインサイドへのランプレーはセンターのミック・ティンゲルホフのブロックがラインバッカーをブロックすることで成り立っていたが、235ポンドのティンゲルホフに対しては 285ポンドのバックブキャナン、295ポンドのカーリー・カルプを当たらせた。NFL では AFL と比べてグレーハウンドのようなより軽量で俊敏なセンターが起用されていたが体重差のミスマッチをストラムは利用したのである。バイキングスはランデのファーストダウンの更新はわずか2回に抑えられた。第1級、バイキングスは最初の攻撃で 自陣20ヤード地点から上カップの2本のパスで36ヤードを獲得するなど敵陣39ヤード地点まで前進した。続くパスでビル・ブラウンがパスを取ったが、このプレーはボビー・ベル、ジェリー・メイズの活躍で1ヤードのロスとなり、第3ダウンとなった。ジョン・ビーズリーへのパスが失敗に終わり、バイキングスはパントを蹴ることとなった。このドライブで、 バイキングスはランでわずか6ヤードしか獲得できなかった。このドライブでバイキングスは敵陣38ヤードまで前進したがタッチダウンを上げたドライブを除くと最もエンドゾーンに近づいたドライブであった。チーフスはフランクピッツへの20ヤードのパスなど8プレイで42ヤード前進した。そしてスーパーボール記録となる48ヤードの FG を ヤン・ステナルードが決めて3から0と先制した。この記録は第28回スーパーボールでバッファロー・ビルズのスティーブ・クリスティが更新するまでスーパーボール記録であった。ステナルードはチャーリー・ゴゴラック、ピート・ゴゴラック兄弟と共にプロフットボールでは最初に現れたサッカースタイルのキッカーであった。それまでのプレースキッカーはストレートスタイルである ローキックで蹴っていたのに対してインステップキックで蹴っていた。バイキングスは次のドライブでフィールド中央まで進んだがパントに終わった。次の攻撃でチーフスはドーソンからピッツへの20ヤードのパス、オーティステーラーへの9ヤードのパスが成功したところで第19は終了した。チーフスの攻撃は続き、第29回始後4プレー目、第3ダウンにエド・シャーロックマンが パスインターフェアランスの反則を犯し、敵陣31ヤード地点まで進んだ。第3弾残り4ヤードでテイラーを狙った、ロングパスをバイキングスの CB アーセル、マックビーが阻止し、ステナルードが32ヤードの FG を、成功、6から0となった。バイキングスは次のドライブの2プレイ目に、WR ジョン・ヘンダーソンがパスをキャッチし16ヤードを獲得したところで、ファンブル。 チーフスのディフェンスバック、ジョニー・ロビンソンがボールを敵陣46ヤード地点でリカバーした。チーフスは絶好のフィールドポジションを得たが、第1ダウンでアラン・ページがマイク・ギャレットにタックルし、1ヤードのロス、次のプレイでポール・クラウスが自陣7ヤード地点で、ドーソンのパスをインターセプトした。バイキングスもターンオーバー直後のドライブでカップがパス2回不成功。 ディレイオブザ・ゲームの反則で、自陣5ヤードからのパントとなった。ボブリーのパントはわずか39ヤードしか飛ばず、チーフスは敵陣44ヤード地点からの攻撃権を獲得した。ピッツがエンドアラウンドプレイで19ヤードを獲得、その後、ステナルードが3本目の FG を決めて、9から0となった。続くキックオフで、バイキングスのリターナー、チャーリー・ウェストがボールをファンブル。 チーフスのレミ・プラドホムが敵陣19ヤード地点でボールをリカバーした。最初のプレイで、デジム・マーシャルの q b サックで、チーフスはジム・マーシャルのサックで8ヤードをロスしたが、RB ・ウェンデル・ヘイズがアイフォーメーションからのドロープレイ、テイラーのレシーブで敵陣4ヤードまで前進した。3プレイ後、ギャレットが5ヤードのタッチダウンランを上げて16から0となった。このプレイで、 コールされたのが65トスパワートラップと呼ばれるプレイである。この試合でストラムには上述のようにマイクロフォンがつけられており65トスパワートラップのプレイコールでタッチダウンを上げた後のチャイニーズファイヤードリルという発言が知られている。このプレイでは右ガードのモームーアマンがアランページをブロックし大きなホールができた。バイキングスは ウェストが、キックオフで27ヤードをリターンし、自陣32ヤード地点からドライブを開始した。ヘンダーソンへの27ヤードのパスで敵陣41ヤードまで前進したが、続く3プレーで、パスに回復成功及びバックブキャナンの q b サックで8ヤードをロスし、第4ダウンで、フレッドコックスが56ヤードの FG を蹴ったが、ゴールポストまで届かず、得点できなかった。前半。 バイキングスはランでわずか24ヤードしか獲得できず、5回の第3ダウンはすべてファーストダウンを獲得できなかった。第3球に、バイキングスはモメンタムを取り戻した。後半最初のチーフスの攻撃でパントを蹴らせ、カップが4回のパスで47ヤード、ランで7ヤードを獲得。この試合で初めて第3ダウンを更新するなど、10プレイで69ヤードを獲得。FB デイブ。 オズボーンの4ヤードの TD ランで16から7と点差を詰めた。しかし次のドライブでチーフスは6プレイで82ヤード、ピッツのリバースプレイで7ヤードを獲得し、ファーストダウンを獲得、バイキングスのパーソナルファウルでの15ヤードの前進した。その後、ドーソンはオーティステーラーにショートパスを投げ、テーラーがこれを敵陣41ヤードでキャッチ、アーセル、 マックビーのタックルをかわし、エスカールカサルキーのタックルもかわして46ヤードのタッチダウンレシーブを上げ、23から7となった。決定的な追加点をチーフスが上げた後、バイキングスの攻撃はチーフスディフェンスの前に沈黙、バイキングスの3回のドライブはいずれもインターセプトに終わり、23から7で試合は終わった。タフ外であったバイキングスビ b カップは、 残り5分に44秒に、チーフスのアーロン・ブラウンにサックされた際、肩を負傷して、途中退場、ゲイリー小僧が交代で出場した。前年のスーパーボールのバンクルワせを演じた、ニューヨーク・ジェッツのウィーブ・ユーバンクヘッドコーチは、試合の1週間前に、カップは不必要なランで怪我をする恐れがあると予言していたが、その通りとなった。 バイキングスの最後のプレーは CB エミット・トーマスのインターセプトとなった。試合終了後、バイキングスのバドグラントヘッドコーチは我々は素晴らしいチームと戦い負けたのだ。と語った。ドーソンはパス17回中12回成功、142ヤード、1タッチダウン、1インターセプトの成績で MVP に選ばれた。 レギュラーシーズン中膝の負傷に悩まされ、わずか1回しか走っていなかった。彼は3回走り、第4球には11ヤードを走り、ファーストダウンを獲得した。ギャレットが11回のランで39ヤードを走り、1トッチダウン、この試合のリーディングラッシャーとなった。彼はまた2回のレシーブで25ヤード、キックオフも1回リターンした。 テイラーが6回のレシーブで81ヤード、1タッチダウン、リーディングレシーバーとなった。カップはパス25回中16回成功、183ヤードを獲得したが、2インターセプトを起死した。ヘンダーソンが7回のレシーブで111ヤードを獲得した。NFL チャンピオンシップゲームでは、108ヤードを走ったオズボーンは7回のランで15ヤード、57ヤードを 走ったカップは2回のランで9ヤードと、2人合計で24ヤードの獲得に封じられた。またオールプロに選ばれたジーン・ワシントンも1回のレシーブで9ヤードに終わった。チーフスのディフェンスライン、ジェリー・メイズ、バック・ブキャナン、カーリー・カルプ、アーロン・ブラウンの4人は、ロサンゼルス・ラムズのフィア・サム・ホーサムのように活躍、バイキングスのオフェンスラインをズタズタにした。 試合出場が危ぶまれていた右セーフティのジョニー・ロビンソンとミドルラインバッカーのウィリー・デニエルがカップからインターセプト、エミット・トーマスが小僧からインターセプトを上げた。バイキングスはインターセプト3回、ファンブル3回、反則6回を起死した。カップはこの試合を最後にバイキングスを離れ、1970年はボストン・ペイトリオッツでプレーした。この年のチーフスの勝利で、 AFL と NFL の統合を前にして、AFL がスーパーボールでに連勝となった。勝者のチーフスの選手には15000ドルが、敗者のバイキングスの選手には7500ドルが支払われた。チーフスはプレーオフすべての試合で失点を1桁に抑えた唯一のチームとなっている。バイキングスは NFL と AFL の統合後、NFC 中築優勝を繰り返し、 第8回スーパーボール、第9回スーパーボール、第11回スーパーボールに出場したが、いずれも敗れた。スーパーボールに4回出場し、いずれも敗れたのは他に、第12回スーパーボールから第24回スーパーボールまで敗れたデンバーブロンコス、第25回スーパーボールから第28回スーパーボールまで敗れたバッファロービルズのみである。ブロンコスは、その後、 第32回スーパーボールで優勝した。チーフスは1970年代以降長く低迷し、ジョーモンタナの在籍した1993年以降、AFC 第1シードとなり、ホームアドバンテージを獲得してもプレーオフ初戦で敗れるなど、2018年にインディアナポリスコルツに31から13で勝利するまで25年間プレーオフで勝てなかった。 第54回スーパーボールまで50年間、スーパーボール出場から遠ざかった。30年後の第34回スーパーボールのコイントスに、バドグラント、ラマーハント、ボビーベル、ポール・クラウス、ウィリー・レニエル、アラン・ページ、ヤン・ステナ・ルードが参加した。2008年に NFL フィルムズが制作した番組、アメリカズ・ゲーム・スーパーボール・チャンピオンズのスピンオフ作品である。 アメリカズゲームミッシングリングスでこの年のバイキングスを特集した番組が放送された。ありがとうございます。